海鮮丼には黒とろ昆布がぴったしです。黒とろ昆布をガバッとかけて、よーくなじまして、そしてひたすら食べる、食べる。昆布締めをしたような感じで、とっても美味しくなります。これであと、ビールでもあれば大変幸せなんですが。